緒だね。木の下の雫対策とか何かやった？はい、なんとなく雨足が少し緩んだので、結構大変だった。よく分かんないけど、なんとなく、あたりかしこに障害物が出てもう進めませんみたいな、オーバーシュート大きいな。いやー、ここはふらつきます。やっぱ上り下りはふらつくし、あとあのウェイポイントがね、そこら辺の左寄りに置いてあるから、左にこう体を傾けるじゃん。重さで後ろのケツがこう回る動きをする。ああすごい。そうだから、あの後ろがキャスターな分回っちゃうんだよね、勝手に。こう横に体を振ると。でも傘さして外出て、たけど、最終的にベータ出走の時時間なくて、あ、出す出すなーっつってやってたら、傘忘れて、その雨に濡られながら歩く。全然1キロずっと1キロ以上ずっと雨に濡れて、土砂降りの中を今日はもう早く電車で帰れた。結構ギリギリだよね、もう普通に。ここでプチフリーズ。障害物が多いから。新しいポイントのパスが今多分出なかったんだと思う。なんか早い PC 乗っけてあげたら全然違う動きになってました。あ、本当。夏尾さんの PC 置いたら相当違いますよ。コースアウトするのはほとんどありえないと思います。っていうのも、ウェイポイントとウェイポイントの間を走行している途中の、処理落ちはなかったので、見てて。じゃあ、今はどっちかというと酔っ払いながら運転してるような感じ。そうですね。ウィーとか言いながら、気持ちよく、グダグダで、グダグダだけども、グダグダなりになんとか走れているという。ちょっと遅れてますけど、構成が。なんか、ふらつくなとか言ってなんかあんまり飲んでないのにフラスクなんて感じだもん。先生あれですよ、消耗品として買えるような PC じゃダメなんですよ。はい、という、はいはい、ブリックス使えるよ。電源がちょっと。ちなみにあの宇宙研究室 i7 のあれだよ、なんかクーラー使えるでかいやつあるよ。電池30分しか持たないけど。いやいや、だってつくば用に買ったやつですよ、ね、あれ、画像処理したいっていう、なんか GPU を使いたくて、なんかユニットが何個以上ないとダメなんです、これ買ってとか言って買いましたよ。そういうのがね、2つぐらいあるよ、いやだから計算能力足んなければ、そっちが切り替えれば、まあ、第2世代ぐらいかもしれないけど、これ i7 で、あのコア4つ乗ってるデスクトップ用のやつなんで、GPU も結構そこそこのやつが積んであったような気がする。
こら辺はちょっと要相談ですか、うん、やっぱり何ですかね、 AMCL とかの処理はやっぱり、うん、かなり重いですし、うん、結構、うん、いや経験的に重そうだなと思って、はい、結構ミーティングの時もこれで足りるのっていうのを結構聞いてたような気がするけど、ダメでしたね、うん、結構直前でおそらくなってるけど、どの原因がそれって分かったので、うん、そうだね、ちょっと下から端に寄るか後ろについていくか。